レイブルサッカーです。はいはい、ということですね。まあちょっとね、世の中はコロナということでですね、あとちょっと前髪がキモいな、なんで高校生かお前、なんで気にすんな、なんで前髪、いやそれはね、気にする前髪ないよ。あ、言えない、だからそれ言えるけどさ、前髪がある俺としてはね、気にしますよ。お前カルトね、お前買ったとかじゃなくてないじゃん。うるせえ、お前入ってこないんだ。誰が入るわ。ちょっと室内動画になっちゃうんですけどね。もう珍しいですね。しょうがないだろ、コロナなんだから。もうストックも少ないんで、ちょっとこっからはちょくちょく室内動画も挟んじゃうんですけど、ちょっとそれはもうご了承くださいということで、まあ今日ちょっとやりたい企画は、今世間がねコロナでにぎわってる中、にぎわってるっておかしいね、コロナでこう騒いでる中、ちょっと YouTube で流行ってるハッシュタグステイホーム、あらあら、ハッシュタグ自宅での過ごし方とか、まあいろいろ YouTuberやってるじゃないですか。それに乗っかろうという、そうそう、ことごとく僕らやってきてないですよ。流行というものに外れて、ただとんがりたいから、確かにただただとんがりましたと。とんがりのチンコだけでいつだ。面白くねえ。今日はですね、皆さんに自宅でできるトレーニング、やっぱ皆さんもサッカーできないからこそ、こうコロナが明けてサッカーできるようになった時に、よりもうワンランクツーランク上がったその状態でサッカーができるようにはするためには、体作りが必要なんです。なるほど。その自宅でできる、僕が学生時代にやっていたトレーニング方法ってのをちょっと紹介したいなと。あららら、これ持てちゃうかな。コロナ開けた時にはもうみんなバキバキプレーももうワンランクツーランク上がって、ワンチャンこう選抜トレセに選ばれる子も出てくるんじゃないか。おお、あとお前もだ、お前このタレントだらしない体上がんな、一向にキック力も上がんないし、キック力が上がる筋トレを皆さんに、いや紹介したいなと。あら、これ気になる。いやもうこれさっきやってる人は誰しも気になると。全部3つあるんですけど、これ3つやっとけば、コロナ開けた時にみんなキック力がもう爆発的なんです。あらら、世界一周する。あられちゃん、あられちゃん、バーンってグーンってグーン帰ってくる。自分の後ろに帰ってくる。うん、ガーン、意味ねえやん。頭パーン。かわいいの。多分女性の視聴者もいるんで、女性にとってはこれはポッコリお腹とか、はあはあ、太ったこう太い足、はいはいはい、ヒップヒップアップ、あ、これ女性気になるんだよ。そう、女性にとっては体型維持としても美容的な観点からでも勉強になると思うんで、はあはあ、ぜひちょっと皆さん今日はたっぷり勉強してください。何すごいやつ。あ、キックオフ、キックオフ、かわいいの。はい、ということですね。何やこのなんかストレッチ教室みたいな、ヨガ教室みたいな教室みたいになっとるやん。だったら女いるわ。いや、女必要だわ。ああ、ね、僕はどっちかというとマットプレイ。つまらん。ちょっと3つね、今日は紹介していきたいんですけど、まあ、簡単にちょっとね、まあ、ロジックというか理論、まずなぜこの3つを鍛えればキック力が上がるかっていうのをちょっと簡単に説明するんですけど、はい、あくまでこれは僕が学生時代にやっていたっていうだけで、うん、人それぞれみんな意見が違うから、違うっていう可能性もあります。あくまで参考程度お願いします。で、やる時の姿勢とかも結構姿勢が違ったりすると体を壊して怪我につながるんで、それもちゃんとちょっと意識してほしいなというところで、まず説明すると、今日まず1個やるの腸腰筋。前の動画でも言ってたんだけど、はい、腸腰筋ってのはもうここの筋肉、この胴体と下半身をつなぐ筋肉。ああ、なるほど。これが人間のコアの筋肉って言われて、これをつなぐ、腹出とんなお前。ここがコアの筋肉があって、腸腰筋、よくセクシー筋肉ってここにこう、あ、こう入るじゃん。あー、エロいやつね。そう、ロナウドとかがやる、あー、くぼみつくやつ、あのバカの女が興奮するやつだ。これを鍛えればなぜキック力がつくかっていうと、腸腰筋ってのは足を振った時にこうグッと引っ張る筋肉、バーンって振った時にこっから上にグッと引っ張る筋肉、ギュッとこう足をグッとこう胸に腹にこうグッと引っ張る筋肉だから、足を振る時にグッと持ち上げなきゃいけないんですよ。足をこっからグッと、はい、ここの持ち上げる筋肉が足りないと足の振るスピードが上がってこないでしょ。はいはいはい、はい、でしょ。だからここを鍛えることによって、いや、頼んだいいだろ、足の振るスピードが上がる。だまず腸腰筋1点、次はこのハムストリング。ハムストリング、こう腿の裏の筋肉ですね。あ、これ大事そうだな。アクセル筋とも呼ばれていて、はいはい、ドーンと走ったり速く走る、足が速くなる筋肉とも言われていて、人間が前に進む時に使う筋肉、逆に止まるために使う筋肉が大腿四頭筋。この前、前このアクセル筋を鍛えることによって、シュート打つ時にこう振るじゃん。はいはい、こう振る時にこのハムストリングでこっからボールあるでしょ、はい、当たってから上げるのは腸腰筋でグッて引っ張るんだけど、はい、ここに最初振り上げるじゃん、はい、振り上げてこっから下ろす時はハムストリングです。はあ、面白い。ハムストリングでアクセル筋でここをグッて加速させて、はい、このこっからここまでの振りが速くなる。で、ボール当たってからここが腸腰筋でグッて引っ張る。だからこの2個の筋肉、これによって足の振るスピードが上がるわけ、はいはい、そうすると必然的にキック力も上がってシュートも速くなるでしょ、はい、で、もう1個さっき言ったアクセル筋があるトップ筋、はい、ハムストリングと
腸腰筋で足の振るスピードと勢いが増しました。でもどうですか、人の足はもうそれを耐えなきゃいけないわけ、ものすごい勢いでグンって乗っかるわけじゃん、うん、それを耐えるためにはさっき言った左足の大腿四頭筋、はい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 、ストップ筋と言われている、これでしっかりキックって助走つけたらグワー走ってきて打つ瞬間に左足に全部ドーン乗るわけ、はい、大腿四頭筋でしっかりブレーキかけてちゃんと軸バシッとしたらさっき言ったアクセル筋の筋と腸腰筋で速く振る。なるほど、めちゃめちゃ大事ですね。めちゃめちゃ大事、もう熱くなりすぎですよ、俺顔つけない。まさか修造うるさい。この3つは今日はちょっと皆さんに紹介したいなと。女性に関して言わせてもらうと、腹筋先がお腹だ、これを鍛えると下っ腹のポッコリお腹。いやお前ポッコリじゃない、もう上じゃん、お前ただのデブやん。誰がデブや、女の子の下っ腹が出るじゃん。はいはいはい、あれが解消されます。それめちゃくちゃいいですね。いいでしょ、はい、でしょ。ありがとうございます。かいの3つなんです、どれがですね。僕はハムストリングからいきたいです。じゃあじゃあまずハムストリングからちょっといきたいと思いますね。はい、見てこのチャンネル、君のチャンネル方向性間違いない。プロまず普通に寝てもらいます。はい、仰向けで、仰向けで寝たら膝を立ててください。膝を立てた時ここがなるべく90度意識してほしい。なるほど、足はつま先を立てます。はいはいはい、こうじゃなくて立て、あもうきつそう、はい、でこの形を作ったら背中を上げない、背中をつけたまま、お背中をなるべくつけたままお尻だけ上げるイメージで上げます。うわーきつ、そうするとここがこうピンとまっすぐなところ、はい、で下ろす、お上げる、下ろす、きつ、上げる、でこう上げてる時にちょっともも裏触ってみて、お力入ってるでしょ、はい、はあなるほど、ちょっと待ってな、あ、上げるんですね。あ、これ僕筋トレしない系来たのにな、どちらも。ここの足は90度意識して、ピースの角度は30度。その状態で背中をつけてもお尻だけ上げて、はい、グッと、うわ、きつい、あ、これ上がんねえ。どうですか。そう、で、これすごい力あ、今、つるつるつる、で、この状態お尻つけちゃダメ、簡単に下ろして、下ろすけどつけない状態、ちょっと浮かしたまま、で、またいや、いいか、これを15回いこう。15回はい、2いい、はい、さあ、はい、あとちょっと、これだけできついっていうのはやっぱよっぽどお前筋肉ないよ。でもこれね、普通に言わせてもらうと、もう俺は両足やったら簡単だから、これをさらにもうちょっと負荷かけたいって人が このパターン、ちょっとね、おい、でも最初はみんなさっき言った両足からやって、いきなり負荷かけるってつるから、あ、はいはいはい、肉離れしたり、うん、今のでももう慣れてきたなって人は次、さっきと同じポジションを作ってください。セッツ。おいボケさせんな。今日は真面目なスタイルでいったもん。いや、どこがや、じゃあ右から鍛えたいって人は左足上げてください。うん、この状態から1、2、3、やば、逆も一緒ね、右足上げたまま1、2、3、ちょっとやってみ、これやってみ、どれぐらい、どれぐらい深くかかるのかやってみ。いやいや、だって僕両足でもその時きつかったのに。ちょっと、あ、左からいきます、いくぜ、右からやんすね、はい、右からいきます。やばい、上がんねえ、1、はい、2、あ、つい、押しつけちゃうね、はい、5回、あーマジブルブルって、あーうつすな、はい、逆足も行こうか、逆足も行きましょうか、あ、やばい、待って、やばい、上げられない、上げられない、上げられない、足上げられない、もうつるやん、いきます、逆足5回、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 1、カメラ見なくていい、顔面白かった。形になった途端、いやもうやばいです、肉剥がれるから、剥がれるもんでしょ、はい、そう、そのぐらいやばくなる、慣れてない人はダメだよ、体重も来るでしょ、やば、大事なのは何回やるか、はい、結構みんないきなりさ30回とか、はい、40回とかあるけど、理想は15回を2セットで、なんでかっていうと、いきなりそう100回とかやりたがるんだけど、継続が大事だから、100回やったからってそれを毎日できるのはいいんだけど、毎日続けれるように1日15回を2セット、なんかやりやすいです、そう、これができれば全然変わる、基本的には筋トレはもう15回を2セットで意識してほしい、はい。まず5回しかできないです。次がハムストリング終わったんで、どれですか、ここ
大臀筋？大臀筋いつだよ。腸腰筋、腸腰筋、腸腰筋いきましょうか。何も分かってんねや。かいの。これも結構簡単で、足の裏先とハムストリングのここの筋肉が硬い人はそこまでピンと伸ばさなくていいんで、まずこう仰向けにまた寝ます。で、仰向けに寝た状態からこの足を上げます。ほうほうほう。で、足が柔らかい人はここピンとなるんだけど、ちょっとこう伸ばすのがきついっていうのはちょっと曲がってても、こう曲げてもいいから曲げた状態から下ろす。下ろして完全に地面つけないで上げる。で、下ろす。上げる。下ろす。上げる。これ15回だね。はい、じゃあやってみてください。やりたくねえな。久しぶりにやったらもうきついよ。タイマーでも腹も出てるんで、そこもちょっとね、腹を引っ込める意味でも必要です。さすがにモテるためには必要だ。かいの。もしかしたら、そして、あ、いやばい。いや、わからん。6くらい。8でしょ。7。だってもう、ひげが出てきた。あぐ、あぐ、あぐ、いやだってお前さ、遊園地のぬいぐるみあるでしょ。ぬいぐるみの中がおっさんだったっていう。あんまに近いぐらい顎の品がもうベロベロ出てきちゃってさ、結構ホラーだったよ。結構ホラー。どうでした？きつい。これさっきの比べもならない。比べもならない。これ腸腰筋鍛え。これ効くわ。で、同時腹筋。これができるようになると筋力が上がるのと同時に、腸腰筋って人間のコアの筋肉だから単純に運動能力が上がる。さっき見た足は速くなる。すごい。なんでかっていうと、走るっていうのはももを上げる作業だから、ももを上げるその回転数が上がってくれば単純に速くなるでしょ。ああなるほど。だから足も速くなる。はい。じゃあ今日残る最後はですね、大腿四頭筋です。はいはい。大腿四頭筋はね、さっき言ったストップ筋です。最後はじゃあこの大腿四頭筋の筋肉の鍛え方を紹介して今日はお開きということでお願いします。何やねんこれ。基本的に今教えたい筋トレの中に同時に大腿四頭筋も鍛え刺さるようになってんだけども、はい、比重が置いてるのはそこだよって説明しただけで、はいはいはい、これも大腿四頭筋だけじゃなくて、さっき言ったハムストリングとか下半身全体を鍛えられるんだけど、まあ、大腿四頭筋にも効くよっていう筋トレ方法。基本的にはスクワットが効くと言われてるんだけど、スクワットよりももうちょっとこう手を鍛えたトレーニングなんだけど、ちょっと足開きます。おこういう形で、はあ、走る前のポーズみたいな、うん、これ作った状態で前に体重乗っけます。うん、分かるかな。体重後ろじゃなくて前。はい。ここはまっすぐになるでしょ。はい。このまんま体重下に落とす。もうちょっと開いてみて。もうちょっと開いてみて。結構開いた状態。もし危ないって人はこういう壁とかに触った状態でもいいんで、体重前に乗せてまっすぐになってます。このまま下に体重落とす。こう。左つくかつかないかまでいったらスッと上げる。で、後ろの足はつま先立ちだっけ。はい。また下ろします。まっすぐで体重。ここから腰からまっすぐで、膝がつくかつかないかでいったらスッと上げる。下ろすのはゆっくり、下ろすのはゆっくりだけど上げるのは一瞬。あー、上げるのは早くないですね。そう、逆足も一緒。逆足も一緒で、はい、体重を前に乗せる。はい。たら上げる。で、またゆっくり下ろす。上げる。あ、下ろす。上げる。でもちょっと汗かいてきたな。きつい。ちょっとやってみてほしい。はい。きつい。そうマジか。ゆっくりそのままじゃあ上げるときは上です。あもうちょっと上げる。あそうそのままゆっくり下ろす。ゆっくり上げるときは一瞬。ゆっくり下ろして、上げるときは一瞬。上げる。そう、上げるときは一瞬。また下ろして、え膝のつくギリギリまでいこう。あ上げる。はい、今3回、10回いこう。10回。きつい。上げる。やばい。ゴー。やばい。やばい。9です。ラスト。逆足もありますよ。これは、はい、やっぱ普段やってない君にはぴったりですよ。ああ。そして上げるときは上げる。もうちょっとプルプルプル。やばい。
伝えたらこっちの足がプルプルきてるわ。まっすぐ落として何もちゃんと、もうガクガクやん、お前。まっすぐでまっすぐ。上げるときは？ブルブルきてブルブル。今何回？今3です。あ、きつい。ゴー。もうやめた、あ、やばい、やもうやめた、もうやめた。かわいいの。全体的に効く筋トレなんですけど、大体一人を鍛えれるという筋肉を、あの筋トレを紹介しました。でさっき言った通り、これも、まあ、15回の2セットぐらい。で女性とかだったら多分15回もやらなくていいんじゃない？ 10 回、1日10回で、うん、2セットもいらない。1日10回、今の教えた3種類とか、大体3種類やれば全然大丈夫なの。筋肉を大きくしたいんだったら15回は2セット。で、まあ、それにプラスちゃんとタンパク質を取れば、うん、もう、君はコロナが明けてサッカーができるようになったとき、キック力はロナウドです。誰だこいつ。もうバーン行くから、もうキーパーのでバーン。うわー。バルブルブル。どこまで行ったんだよ。板肌がバーン。少林サッカーやろ。努力してんじゃん。皆さんで有意義に自宅でこういう風にこうトレーニングして、コロナ明けたら目いっぱいサッカーできる体をみんなで作っていきましょう。大事大事大事。疲れた。